テオバルト、ベーム、テオバルト、ベームは、ドイツ人の発明家、音楽家である。従来のフルートの楽器としての性能を向上させた、ベーム式フルートを完成させた。フルート奏者としても一流であり、バイエルン王国の宮廷音楽家として活躍した。さらに、作曲家としても、フルートのための作品を残した。テオバルトは1794年に、 バイエルン選定広告の首トミュン編で生まれ、父から貴金属の加工法を学んだ。その技術を応用して木製のフルートを自作し、18歳の時にはオーケストラに入団できるほどに上達し、21歳で宮廷管弦楽団の主席奏者となった。1831年にロンドンでチャールズ・ニコルソンによるフルート演奏を聴いたことをきっかけに、 フルートの本格的な改良に着手し、翌年に、いわゆる塩水ベーム式フルートを発表した。その後もフルートの材料として、熱帯産の硬い木材、銀、金、ニッケル、銅など様々な素材を試していった。さらにフルートの構造に関して、男の大きさや位置に関する検討もいった。50歳を過ぎてから、ミュンヘン大学にて、音響学を学んだ後、 今日のフルートとほぼ変わらない、金属製のフルートを開発して1847年に特許を取得し、1851年にはロンドン万博にて一般公開された。1871年には、ベーム式フルートの音響学的、技術的、芸術的な側面について解説した、大フロートウントダズフロテンスピールを出版した。ありがとうございます。